おはようございます。2011年10月24日月曜日、6時5分が7分になっちゃいました。おはようございます。今週からまた新しい1週間ですが、10月もこれ最後の1週間ですね。まあ来週31日が月曜日ですけれども、今週ちょっとね、明日あたりまた天気がちょっと崩れるようですけれども、さてさて、今日のニュース、今日はですね、テッククランチから見ていきたいと思います。今も映ってますけども、トップの、アーティクルというか記事ですね、調査結果、ネット生息者はマーケティングに惑わされないということで、これはですね、ジャーナルオブカスタマーリサーチという、調査会社ですね。これアメリカにある調査会社みたいですけども、そこちょっとね、原文がね、どこにあるか調べたんですけど分からなくて、まあそれがちょっと調べてたんでね、時間が今日遅れちゃったんですけども、ですね、これのここの JCR と普通言ってるとこなんですが、 JCR のですね、調査によると、Facebook、Twitter で Wi-Fi とかそういうネットにつながるっていうのがね、すごく広がってる中で、はてさて、その多くの人たちはそういうものに影響を受けているのか、それとももっと自分たちの個性というかですね、その多様性の中で、その自分の好みというのを明確にこうやってるのかっていうような調査をしたらしいです。で、その結果ですね、実はそのアニハカランヤというかですね、まあなるほどなとも思うんですけども、その孤独な人々に少数派支持製品志向が見られたのは非公開の場に限られると研究者らは書いていると。彼らは回答が公開されるとなると多数派支持製品思考へと転向したということで、ちょっとね、言ってることがめんどくさい言葉で書いてあるんですけど、要は自分の中ではね、これが好きっていうのがあるんですけども、ただその答えが公表される、他の人の目にも見れるところに出るとなると、そのみんなが支持してるものを自分も好きよっていう、やっぱこれがいいよねっていう言い方をするというと書いてあるんですね。で、結局そのパブリック、いわゆる公的な場所に自分の意見が出ていくか、自分がそこで発言するのかっていうのと、非常にプライベートなところで喋るのかっていうことによって、かなりこの意見に差が出てくるぞっていうことなんですね。これはですね、マーケティングに惑わされないっていう風に書いてある。まあ確かにそういう意味ではそうなんですけども、これ言い方、見方を変えればですね、結局その Facebook や Twitter とかそういうものが普及することによって、従来のそのマスメディア的なマーケティングっていうのはやっぱり役に立ってないよねっていうのが、だんだんこう見えてくるんじゃないかなって思うんですよ。結局その公的な場でこう発言するって、まああんまりね、普通の人ないですし、その日常生活ってやっぱりすごい小さいというか、自分だけの話の場所ですよね。例えばその通販で物を買うっていうのは別にみんなの前でこう買うわけでもないし、だからそこではやっぱり自分の好みとかそういうものがすごくこう出てくるわけであって、でやっぱりそのだんだんそのマスメディアのそのドーンといろんな人にダーッとこう宣伝して、みんな使ってるよっていう言い方で買うのかっていうと、だんだんそこからですね、こう連れてきてると。やっぱり自分で選んだものを買う、自分で選んだものが欲しい、自分の価値観で好き嫌いを決めるっていう、この傾向に入っているということが、これから見えてくるんじゃないかなと思います。まあだから結局ソーシャルメディアはソーシャルメディア、いわゆるソーシャルネットワークでのつながりはそれに応じた、やっぱりね、ビジネスに使うんであれば、そういう宣伝とか、かつ広報活動というか、まあそういうのをやらないといけなくて、結局そんな買
数じゃなんとかなるっていう世界ではないよっていうことがこの結果から読み取れるんじゃないかなと思います。さてそんなところでもう12分になりました。今日はそうですね、ちょっと曇りであまりいまいちの天気のようですか。さてそんなこんなで今日から1週間月曜日です。頑張りましょうということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。